サイゼリアはね、もう本当につまみの宝庫なんですよ。グラス1杯で100円ですよ。コスパ良すぎて笑っちゃいません。毎度ワイン三昧竹前です。今回は皆さん大好きサイゼことサイゼリアの身についてお話ししていきます。おそらく一度は行ったことあるんじゃないかな。結構ね、店舗数もあるしフラット入りやすいですよね。私はよく中高生の時に行ってたんですよ。そこでミラノフードリアとドリンクバーを頼んで何時間も友達とだべっちゃうみたいなね。で、大人になってからまた行ってみると、つまみの方のね、小皿も美味しいし、たくさん種類あるし、とにかく圧倒的なコスパですよね。この価格でこの味ですかってたまげました。今日はそんなサイゼリアの魅力、私がおすすめする楽しみ方について熱く語ってきますからね。ざっくりと項目をつけまして、1、サイゼリアのワインの種類について、2、おすすめの楽しみ方、3、頼むべきワイン、最後に私が自信を持っておすすめするワインと食事のベストペアリングをご紹介したいと思います。はい、まずサイゼリアって通常ね、スパークリングワインが2種、白ワインが3種、赤ワインが3種のボトルが置いてあって、あとはサイゼリア名物の 1500ml のマグナムボトルのハウスワインはグラスでも頼むことができます。グラスで100円ですよ。やばくないですか。あとはデカンタといって 250ml やお店によって 500ml でワインを赤白それぞれ楽しむことができちゃいます。そしてサイゼリアはなんと店舗によってワインの種類が多い店舗があるんですよ。これはね、事前にネットで調べることができて、このようにね、ワインの種類が多いお店にはスペシャルワインと記載があります。だからサイゼのおつまみとともにもっといろんなワイン合わせてみたいぜって思われる方は、事前に確認してからお店に行くのもいいかもしれませんね。で、私が行ったお店はスペシャルワインを頼むことができるサイゼで、スパークリングワインが5種、白ワインが5種、赤ワインが7種、デザートワインが1種のボトルが置いてありました。お値段マックス2600円なので、このたくさんの中で選べるっていうのはなかなかテンション上がりますよね。はい、では次、おすすめの楽しみ方について、先ほどもお伝えしましたが、サイゼリアはね、もう本当につまみの宝庫なんですよ。ぜひね、ワインのあてにいろんな小皿をじゃんじゃん頼んで楽しんでほしい。だって一皿200円とかですからね。個人的にワインのあてとしておすすめだなって思ったのが、柔らか青豆のオンサラダ。はい、これはね、グリーンピースのオンサラダですね。で、ポップコーンシュリンプ、イタリア風もつ煮込み、辛味チキン、エスカルゴのオーブン焼き、ラム肉のアロスティチーニ、はい、いい肉か、ラム肉が口に刺さってんじゃんみたいなね、たくさんあるんですよ。あとはサイゼリアでは料理同士を組み合わせて食べるのもまた新しい楽しみ方ができていいんじゃないかなって思います。特に良かったのがエスカルゴとフォカッチャ。このね、エスカルゴのね、残ったオリーブオイルをフォカッチャにつけるの、もう美味しそうじゃないですか。最高だし、あとはフォカッチャとサラミ、フォカッチャにサラミを巻きつけて食べるのも美味しいです。シンプルだけど、あのね、もちろんフォカッチャ単体でも美味しいんだけど、ワインのあてとなるともうちょいこう塩味が欲しくなっちゃうんですよ。そういう時にフォカッチャ何かにつけるとワインとのバランスがとても良くなります。私は欲張ってフォカッチャにサラミを巻いて、そこにエスカルゴの残ったオリーブをつけてって食べたりしてましたね。あとはサイゼではオリーブオイル、塩コショウ、粉チーズなどが自分でセルフで足せるようになってるので、お料理に自分の好きな調味料をこうちょい足しできるっていうのも楽しみの一つだと私は思います。みなみちゃんはね、カルボナーラに粉チーズと塩コショウをゴリッゴリに足してましたね。こうさらに自分の好きな味にできるっていうのはいいよね。そしてサイゼのワインはお持ち帰りができます。なので楽しみ方の一つとしては、何人かで行くのであればワインもね、何種類か頼んで好きなようにシェアしたり、食事と合わせてって、余ったらそれぞれ好きなワインを持って帰るとかもおすすめですね。なのでよりサイゼを楽しむためには3人以上で行くことをおすすめします。こうテーブルいっぱいに食べ物とワインが並ぶのってなんだか幸福ですよね。はい、では次にサイゼに行ったら頼むべきワイン、それは4種類あります。まずはハウスワインはマスト。先ほどもお伝えしましたが、グラス1杯で100円ですよ。正直ね、どんなものが出てきちゃうんだろうって心配してたんですけど、でもね、飲んでみたら、これで100円ですかって驚きましたね。で、ハウスの白は結構意外とドライな口当たりなんですよ。安いワインって異常な樽感とかもったりした甘さを感じさせてくるものが多いんだけど、それは一切感じませんでした。さすがにね、ちょっと正直輪郭がのっぺりはしちゃうんだけど、価格に対するクオリティはとっても高いです。特にそのグリーンピースのオンサラダとのペアリングが良かったですね。合わせるとちょっとドライな味わいだったのが優しい甘みに変わるんですよ。この2つね、組み合わせって頼んでも300円ですからね。コスパ良すぎて笑っちゃいません。もうね、確信もんでしたよ。
次、ハウスの赤は100円と激安な価格なのに、味わいはこう嫌な雑味がないです。少しひょっこり感ではありますが、ちゃんと酸も感じるのね。こちらは小皿のおつまみ系っていうよりかは、ミラノ風ドリアとかカルボナーラとかハンバーグとか、こうボリューム感のある食事と合わせると、食事の脂身をすっきりとさせてくれるし、ワインも美味しくなりました。だから最後食事の締めのタイミングでグラスのハウス赤を頼んでもいいかもしれませんね。ちなみにハウスの赤は飲んでみた感じね、少し冷やすとより美味しいかなと思ったので、もしボトルで頼んで飲みきれなくって持ち帰った場合は、ご自宅で少し冷蔵庫に入れてから飲むのがおすすめです。ということで、ハウスワインはグラスで100円、 250ml のデカントで200円、そして 1500ml のマグナムボトルでなんとお値段1100円なので、もうこれはマストで頼むべきとおすすめできるワインですね。私先日サイゼに行った時は結構店員さんの動きとか観察してたんですけど、デカンタとかね、このマグナムボトルでワインを飲む方って結構いるんですよね。店員さんいっぱい運んでましたもん。だからワインの魅力を発信してる身としてね、たくさんの方がワインを飲んでいるようで、純粋にすごく嬉しかったです。でサイゼはワインも身近にしてくれる存在ですね。はい、続きましてボトルワインは白赤で2つあって、白はベルデッキオ、お値段1100円です。こちらの味わいはマスカットのような甘さと口いっぱいに果実感が広がります。このふくよかさで1100円ってね、こないだね、ワイン三昧チームで飲んだ時は、P がね、これ普通に都内のレストランとか、ボトルじゃなくて、グラス一杯で1100円。いや、むしろこれ以上の価格で出してくるような味わいだよね、とね、すごく感動してました。多分一応 P が感動してたかもしれない。まあ、経験者が語ってるので、間違いないと思います。でもね、すっごいびっくりする味わいだった。こちらのベルデッキオは、基本何でも合いますね。特にエスカルゴの塩味と合わせると、このマスカットのような甘みがキリッとシャープになるので、エスカルゴ食べて、ベルデッキを飲んで、スカルゴ食べて、ベルデッキを飲んでのね、無限ループいけちゃいます。続いて赤ワインはキャンティー、お値段こちらも1100円。こちらですね、ハウスの赤に比べると軽やかなボディで酸をよりしっかりと感じます。で色味もちょっとね、濃い赤というよりかはライトな色合いになりますね。でもこの酸が親しみやすくって、私はサイデーで飲んだワインの中で一番進みましたね。特にね、ラム肉とかもつ煮込みがね、食事の中では合いました。トマト系とかは間違いないですね。ちなみにこれ飲みきれなかったんで、家に持って帰ってきて後日一人で飲んだんですよ。はい、今手元にございます。うん、その時もね、すごい美味しかった。軽やかな味わいなんだけど、味がしっかりしてるチーズにも負けないし、まあ私みたいなのんべえだったらね、 YouTube 見ながらとか、ワイン三昧見ながらとか、映画見ながらとかね、何もつままずにでも不快感なくスイスイ飲めてしまうワインです。他にも2200円のワインとかも頼んだんですけど、そうなると価格って倍じゃないですか。でも味わいは2倍の美味しさまではいかなかったので、普通のサイズのボトルを頼むのであれば、この1100円の2本が圧倒的におすすめです。以上、4種類のワインがサイゼに行ったら頼むべきワインでした。ちなみにね、すべてスクリューキャップなので、こう持ち帰る際はね、横にしてもワインがこぼれることがないので、その場で飲み切れるかな飲み切れないかなとかじゃなくって、とりあえず頼むべきだと思います。では最後に、私が思うサイゼの料理とワインのベストペアリングについてです。これはですね、イタリアンプリンとデザートワインのグラスでございます。両方合わせてお値段500円ちょっとです。はい、これはね、控えめに言ってもめちゃくちゃ相性良かったです。このね、サイゼリアで取り扱っているデザートワイン、ラコンブリッコラは、ワインに糖を足してただ甘くしてるんじゃなくって、ちゃんと凝縮感のある干しぶどうを使用して作っているワインなんですよね。それが 45ml で300円で飲めるのは嬉しいし、普通に美味しいです。まあ、そりゃね、高級ワインのこうデザートワイン、アイスワインとかキフワインに比べちゃうと凝縮感は少ないけど、もう300円だったらいいよね、みたいな、お得ですよ。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。サイゼの実はね、実際にやってみるまで、ごめんなさい、ちょっとバカにしてました。本当に美味しいのみたいな。いやいや、もう大満足ですよ。幸せな気持ちになれました。おつまみも普通に美味しいけど、ワインと合わせることによってさらに美味しさが引き立つんですよね。しかもビールより安いしね、ワインの方がぜひ今回私がお伝えしたことを踏まえて、皆さん本当に行ってみてください。満足度がすっごく高いです。で、ワインは飲みきれなくっても余ったら持ち帰ってまた楽しめばいいんです。サイゼはちょい飲み利用にも最適です。はい、ではここで今回の動画は以上になりますが、ワイン三昧ラインがありまして、登録者限定特典を今プレゼントしちゃいます。ぜひ概要欄から登録してくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。そう、私ね、思うんだけど、このボトルが安い理由って、めっちゃボトル軽いのよ。すごい軽いの、薄いし、なんかそういうところでコストを抑えられてるんじゃないかなって思ったんだよね。です。